新型コロナウイルスの感染者は昨日は茨城と香川で初めて確認されまた東京都は12人が新たに感染し都内の感染者は100人を超えました茨城県ではひたちなか市に住む日立製作所の30代の男性の感染が確認されました男性は先月、 イタリアを出張で訪れ、れ帰国後に発熱しし感染が確認されました。茨城県内では初めての感染です香川県でも初めて丸亀市の50代の男性の感染が確認されましたまた東京都で昨日新たに12人が感染したほか神奈川埼玉群馬大阪兵庫で4人が感染するなど 昨日だけで44人の感染が確認されたほか神奈川県相模原市の80代男性が死亡しました FNN のまとめで国内での感染者は862人クルーズ船やチャーター機での感染者を合わせると1589人で死者は36人退院した人は厚労省のまとめで679人です